のアミューズメントパークに大集結した1300人を超える女の子たち。その目的は？今日は最後に楽しんでいこうぜ、ベイベー。それではお願いします。実は彼ら今話題沸騰中の若手イケメン俳優7人で結成されたユニット、ピュアボーイズ。それぞれソロ活動で人気を集めていた7人がブログサイトアメーバブログの中で事務所の垣根を越えてスペシャルユニットを結成。今では7人のブログの月間アクセス数が合わせて600万を超えるという人気ぶりなのです。さらに、心臓外科医って、バカな、何言ってんだ、心臓外科医意外。7人が出演する舞台も始まるという今最も勢いに乗っている若手イケメンユニット、ピュアボーイズ。そんな彼らの魅力を探ろうと楽屋へお邪魔してきました。得意な分野があるわけじゃないですか、うん、歌は、まあ、バグ上手いし、浩平はダンス上手いし、あ、でも本当にそれは言える、本当に、うん、本当あるよね。ちょっと上手いこと言ってほしいときは頼ってし、ケイちゃんに頼ってしまいますし、僕なんかは分野は本当独特の個性なんで、本当にで、ケイスケは可愛いし、マジは場をすごく一生懸命盛り上げてくれて、もうみんなの主役、全員の主役、本当に、はい、そうですよね。しかしこれだけ人数がいるとそれぞれの魅力がいまいち伝わりませんよね。そこでスタメではこんな企画を用意しました。題して、スタメプレゼンツピュアボーイズザ・ショートムービー。メンバーそれぞれが理想とする告白シチュエーションを本人主演でショートムービーにしてみました。三船さん、興奮せず落ち着いてご覧ください。頑張ります。まずはワイルドな風貌が魅力の武田光平くん。なあ、俺と付き合ってくれ。優しさあふれる笑顔が素敵な滝口幸宏くん。お待たせ。どう？おいしい？おいしい。本当に？じゃあ俺と付き合ってみない？少年のような無邪気さを持つ馬場徹くん。ちょっと座ってこいよ。眠い。お前が好きだ。僕の気持ち受け取ってくれる？はい、僕の気持ち。かわいい。超かわいい。入ったよ今、本当に入ったよ。眼差しがしびれる南圭介くん。超かわいい。もしこれが入ったら俺の願い事聞いてくれ。俺と付き合ってくれ。爽やかで甘い笑顔が魅力の加藤健介くん。
しい花はなかったけど。プレゼント for you。 葉山さんのデビューの俺と付き合ってかな。ラストは王子様の異名を持つ柳蓮くん。おい、こっちこっち。注目の若手イケメンユニットピュアボーイズ、彼らに今後の目標について聞いてみました。これからもピュアボーイズをよろしくお願いします。てっぺん取るぜ。いや全然わからん。佐藤さん全然わからん。できてないですか。わかりません。この音がですよね。女性陣と男性陣との違うですね。雪の悪いカラオケの無限にからってVTR 長かったね。やっぱ女性陣は喜んでるんですよね。リカちゃんはどれが良かったんですか。あのハートの風船の中に顔が入って、あーかわいい。足じゃねえか。超かわいい。いや高橋さんにやってもらう。でもね、これだけ素敵な人が揃うと間違いなくこうね、来るでしょうね。私あの料理やってもよかったんですけど、食べ物か、まあ、バスケですね。よく分かんなかったんですけど、うん、あれは何なの、本人たちがしたい恋のプロポーズがピュアボーイズですから、ピュアなプロポーズをみんなにしてもらった。じゃあそんなこと言う、加藤さんはどういうプロポーズしたんですか。理想のプロポーズ。もうしょうがねえだろ俺とはっていう感じですよ。俺なんかそうですよ。俺嫁とはそうですよ。もうしょうがねえだろ俺でいいだろうっていう感じですよ。カメラ目線で言ってほしいなと思いましたね。なんかこう自分にね、先週すごい良かったんですよ。なんかカメラ目線で訴えかけねえ、皆さんどう思います。あれメリーゴーランド一人で乗ってんの。あれそう、そうあれちょっと離れ離れになっちゃうのちょっと寂しいんじゃないかな。そうでもね、絶対イケメン以外の人間がこれを真似してやったら気持ち悪いって絶対ないですよ。みんな嫌われちゃうんだよね、うん、受け取り方がね、やっぱりね、変わり者と思われちゃいますよ。変わるですよね。風船用意してる。本当皆さんね、こう純粋で本当にいい子たちなので、これ このまま変わらずにいってほしいなと思いますね。そうですね、頑張ってもらいたいですね。はい、以上